自分の年齢 その時代によって変わってきたなっていうのがいわゆるエイジングだしエイジングケアだと思うんですけど、当然その10代20代の時はそんなことを考えもしなかったし、いるものだとも1ミリも思ってなかったんですよ。それがやっぱり30代そして40代となると必要そして不可欠になっていく。年を重ねることを否定することではなくて、よりよく生きるためのケア、最適ベストに生きるためのケアだというふうには思っています。何もしないっていう選択肢もあると思うんだけど、何もしないとなるとやっぱり私のような仕事だったりとか、女性であるし少しでも美しくありたいという願望はあるので、今の年齢のベストっていうのを尽くせるような努力だったりとかサポートっていうのは、そういうスキンケアには求めたいところだなというふうには今は思ってます。